顔洗うみたいだ。あ、そう、うん、赤ちょっと長いですね。全然熱くない。冷たい。熱くない。今冷たくて熱くかった。今熱かった。びっくりした。絶対熱くない。なんかカメラ回ってる。なんで？わからへん。なんでなの。ゆいちゃん明日からどこ？秘密。なんかさ、言ってないから。そんなさ、ミステリアスな女演じんといてよ。ちょっと待って。やめてよ。いつ？ミステリアスが一番モテると思うからってミステリアスな女演じるのやめてよ。え、マリオミステリアスや。嬉しい。喜ばんといて。全然ミステリアスじゃなかった。ミステリアス言われる。え、でもミステリアスっていうのがモテるらしいから、私も今あんま自分のこと喋らんようにしてる。プライベートが分からへんみたいな。うん、なんか普段何してるのかとか、どういう生活してるのかは、ちょっとこの人分からへんなみたいな人がモテるらしい。そうなん、知ってんねん、つまりは。別に、お休みの日は静かにかけてモテたいわけじゃないから。いいよ、別に知ってんねん。知ってるから。マリアさん、なんかちょっとこう分からへんっていう人もおるかもしらんけど、マジ何もしてない。してるし。してない。見てるやん。してて、ほんま友達とご飯食べに行ったりぐらい。そんなことないよ。うん、なんか意味変なことがあって。でも、しずちゃんマジミステリアスやな。そんなことない。いや、何してるか分からへん。ほんまに。家におるやん。ゲームしてることがわかるぐらい。ね、見ていい？あ、でも言ったら、あ、言っていい。あ、電話してよ。何よ。ゲームしかしてないやん。ゲームしかしてないやん。それ言ったらもうアニメしか見てないやん。あー、もうちょっと見てる。何？あー、笑い。一緒や、笑い。でも笑い。モニターの前やろ？って言ったら。モニターの前で携帯とかさ、いやいやいや、テレビとかそういうのやろ。うんうん。私もさ、生。なんかライブ行ってるなんかリア充みたいな。生で見てる。生でライブか。ライブ？リア充楽しい。喋りすぎてミステリアス感なくなってんけど。あれし美味しい。ミステリアス、うん、私も美味しい。なんかさ、マンゴーで私メロン。なんか何もしてない。え、話すの下手ちゃう？なっちゃう。喉治った。でもか、もうほんまに治った。でもちょっと歌われへん、まだ。うん、歌えるか歌えへんかで、完全に治ったか、今見てるとこやね。あれ覚えてる。朝起きたら、歌ってみるの。で、今日の声出へんの。ダメ、まだ違う。今日全部ダメやった。大体何の曲選ぶの。それで、あー、サザン。何行く？涙のキス。待って、朝起きてすぐに。朝起きてすぐに涙のキス。どんな、どんミステリアスやな、やっぱり。なんか分からんけど嬉しないな。ミステリアスや。嬉しないな。行かれへん、なかなか。いや、今日も歌われへんかったから、まだ喉は。完璧には治ってないから。完璧に治ってないのか、静かにした方がいい。出た。ずっと黙れ言ってくる。黙れとは言ってない。ちょっとほんまもう黙りやみたいな。ちょっとそこまで言ってないよ。一回来るやん。静かにしやって、あんま喋すぎたら、また喉悪すぎやって言ってたらしい。優しいな。かかるから。でもさ、喋りたくなるわけ。めっちゃコンビニで。聞いて。ちょっと、聞いてくれ。みたいなのコンビニ。じゃあめっちゃ広かった。聞いて。喋りたくなる女。全然嬉しくないけど、ごめんカッとかって。なんなん今のカッって。なんか詰まってたね。メロンの液体詰まってた。うるさい。ロケこやさちょっと待って。今これカメラで撮られてるんやんな。おかしい。書き直していいですかって。静かにして、一回静かにしよう。
いやだから静かにはしたかんやろカメラなんですよねって今言った後に絶対落ち着く今、まあ、なんか訪問するとこうなんやかないやろな。ちょっとおしゃべりとかそういうとこは別にええやろいいやそれは今やからあかんだけど、あっこのトラック駐車の仕方うまいなちょっとだけしてないやん。ちょっとだけ普通やん。普通に止まってんねんけど、なんか最近駐車がめっちゃ下手でさ。いや私さめっちゃ得意。いやもう何も信じひんって言ってるから1回目はもうさ、もうさでも自分って乗ったことないよね、マリアってない乗ってよマジで乗ってよって言われたらなんか怖いやん。乗ってなんかさ、勧められたらさ、怖いやん普通に乗るゲームで乗る瞬間があったら乗るけどさでも、なんか結構昔はさ、うん、ちょっと事故とかあったからさ。そうね、みんな乗りたがらんけど、うん、ひかりさんだけは、うん、私の車の運転で見てます。強いマジで強い光強い。光さんはね、あのケーパーで、そう、光は自分がどれが危ないとか分からへん。分かってないのかもね。免許あるけど、うん、ケーパーのゴールドの人だから。そう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 、分かってない。もう身を委ねてくれる、安心してくれる、うん、安心はしてるかどうか別やねただありがとうって思って乗ってるんじゃないそういうことなんか私の運転はどう？安定感しかない快適？いや快適いつもあのしずちゃんの車に乗るときは助手席ではなく後部座席マジ、普通じゃないよね。でもあ、でもどうやろ、そんなことない。私の親友とか乗せるときも後ろ乗る。あ、なんだろうね、あれ後ろの方が広いやん。それはわかる。助手席やったらなんかさ、気使って話しかけなきゃとかさ、携帯触っててもさ、なんか申し訳ないなって思っちゃうやん、うん、だから後ろの方がよくない。私でも後ろ乗りたい。確かに後ろの方が気兼ねなく携帯もさ、わかる別に触んなんかさ、悪いとかないやん。ないよ。ちょっと気使うやん、やっぱ運転してくれてるし、まあ、みたいな。でも助手席でもちょっと気使うんかも、ごめん、しずやった。でも助手席の今さ、気使っちゃうもないやん。嫌じゃないし、また乗してな。うん、一緒にどっか行こな。うん、なんだちょっと嫌そうなの、わかる。あ、温泉行こう。温泉、温泉行きたい。温泉行こう。温泉入れる人、うん、入れる。みんなと一緒に、うん、おっぱいわしづかみしたい。うわちょっとまず仕上げていくかーって。ちょっとそっち仕上げていくかーって。昔はマジで恥ずかしかったやんか。なんか自分が見られるのが恥ずかしいんじゃなくて、人の、あー、わかるかも。裸体を見るのがちょっと恥ずかしい。確かにね、人の裸体を見るのはずいよ。そう、でも一回見慣れてからはもうどんどん来いみたいな。一回見慣れてからって気になるけどなんかどのシーンで見慣れてる。ゴルフにさ行く回数が増えて、おごるって終わってお風呂入るから、そこで入って、銭湯とか少人数の裸体から始まってでも今もう嫌なんだけど少人数の裸体っていう言い方友達と行ったりとかするんですけど、それで慣れて。確かにね、そこから全然、まあ、関係性ができてたら全然いいよ。うん、全然。マリアとかマジどこでもかしこでもマジ着替えるから。そうね、それはやめた方がいいよ。はい今日は素直やね。はい、ほんまにね。でもね、意識せえへんやん。なんかね、いや待って、多分一番にめんどくさいが来るの。じゃあだからトイレで着替えればいいけど、トイレに行くのめんどくさいな。また車で着替えちゃう。確かに誰も見てないし。そう、でも気をつけます。最近マリアからお土産もらって、うん、あの沖縄行った時、沖縄旅行にね、ひかりと行ってて、塩チンスコを頼んでて、塩チンスコをね、あのお願いされてたから買って、うん、この前渡しました。まさかのなんか大量に入ってる2袋をくれてさまあまあな重さだったやんな。あれありがとう私もそれ1個でいいかなって思ったけど、うん、これからやったから1個寂しいなと思って2個だけど、ね、確実に多かったよな。いやでもその気持ちをちゃんと買って、お土産でお返しするから楽しみです。いや、無事に帰ってきてくれるのが最高のお土産なんで、なんで笑ってまた7班、次回楽しみにしてます。頑張ろうね、みんな。これささ、
です。